裁判所今井氏の目撃証言を伺いたい。私を疑っておるんですか？ある意味そうとも言える。カルマの前には裁判所であろうと、ただの証人に過ぎない。静粛に静粛に。また舌を噛んだよね。法を守る側として虚偽の証言を行っておりません。叱っていますぞ。とにかく証言をお願いする。おー、裁判長さんとか。ということで対決バトルね。休廷中に見たこと。休廷中だったんでそのトイレへ向かいました。トイレは控え室前廊下の向かい側、つまり廊下が見えるんです。私がトイレに入った時、あの刑事は自動販売機で何か買っておりました。でもトイレから出ようとした時、姿が見えなかったんです。警備中にいなくなった刑事、怪しすぎますぞ。裁判長、もう少し落ち着いていただけないだろうか。いつもは証言を聞く立場ですからな、ついつい引き込んでしまいました。だが、その意気込みを打ち崩すのが私の仕事だ。さあ、ということで、追及開始ですね。まあ、いきなり突きつけられそうだね。裁判長が見たことは間違っていないよね。裁判長目線で考えれば確かにそうだろう。メイン、君と私の目線が違うのはなぜだろうか。私の身長のことを言ってるなら。真下前、この裁判長の証言。目線が重要なんだ。ならばさっさと裁判長に教えてあげなさい。そしてもう一つ、この証言を垂らすには伊藤信之刑事の行動をたどる必要がある。さあ、ということで、この出ようとした時だよね、トイレから。このタイミングのところで、まあ、伊藤の子さんの指紋、いきましょうか。何ですか、ミスルケンジ君。証言中に異議を唱えるのは失礼ぞ。法に生きるもんならば、どんな時でも油断しないことだ。私はいつでも異議を与えるチャンスを逃しはしない。ミスルレジ、公私混同はするもんじゃないわ。君にはやりたくないんだが。裁判長、これを見てもらうだろうか。何ですかな、これは。いけませんぞ、ソファーはよさの。犯人は誰ですか。言うですぞ。まあ、そのソファーを汚した犯人は、あなたの証言で拘束されたわけだが。ということは、そう、このソファーの汚れには、伊藤の小入刑事の指紋が残ってる。殺人だけでは飽き足らず、裁判所汚さの有罪です。裁判所、突き止め。少なくともソファーを汚したのは彼だが、殺人に関してはまだ定かではない。どういうことですかな。彼は自動販売機でどら焼きを買い、このソファーに座って食べたんだろう。ソファーに残っていたどら焼きのあんこの汚れと伊藤信之刑事の指紋がそれを示している。それが私が彼の姿を見なかったことと何か関係があるんですか。終わりだ。廊下にある窓は少し高めに作られている。高さは大人の胸あたりほど。その証拠にメイには廊下からトイレの窓は見えなかった。身長ことは触れない方が良かったが、つまり廊下の窓の下はトイレ側の窓から死角となるんだ。まさかお気づきになれたようだ。あのソファに座っていたんであれば、たとえ伊藤信之刑事の巨体だろうと、トイレの窓から彼の姿は見えるわけがない。わかっただろうか、裁判長。これで伊藤信之刑事が廊下にいたことが証明されたわけだ。あ、すいません、ついつい叫んでしまいました。
一度行ってみたかったんです。こうかっこよく待ったと。それで何か言いたいことがあるんだろうか。そうそう、そうなんです。もう一つ思い出したことがありますぞ。ミソリケンジ君、もう一度私の証言を聞いていただけますかな。断っても勝手に話しすぎそうね。それもいいだろう、完璧な情報を得られるならばな。さあ、ではさらに対決だね。休廷中に見たことに。確かにトイレの窓から座ってる人間は見えないかもしれません。しかし私が見た時にあの刑事が座っていたとは限りませんと。しかもですが、一番大事なことを証言し忘れていたんですが、トイレを出る時パンと銃声がしたんです。どうですかな、これが罪を裁く者の証言ですぞ。裁判長、そんな大事なことは最初に言っていただきたい。またがだわ、罪を裁く前に自分の証言を裁きなさい。すいません、さっきまでクラッカーの音と思っていたんです。そういえば開廷前に裁判長が口にしてたな。ところで休廷中に誰かの誕生日でも言われたんですかな。クラッカーを鳴らしておられたようですが。そういえば私も先日孫と。問題は裁判長が廊下を見たタイミング、そのタイミングで銃が発砲されたかどうかだ。裁判長、あなたの証言詳しく聞かせていただこう。さあ、では追及開始ですね。まあ揺さぶりからかな今回は。今のところ証言としての矛盾はないよね。メイン、私の推理が正しければこの証言正確とは限らない。分かってるわ。今のところと言ったでしょ。うむ、まずは裁判長の証言から情報を引き出しよう。さあ、ということで、まあここを揺さぶってみましょうか。トイレへ向かったのは休廷中ということだが、廊下を見たのは休廷中の椅子頃だったんだろうか。うむ、休廷を申し付けた後、検事変更の手続きがあったんで、開廷予定時間の20分ほど前だったように思います。やはりな。何ですかな、その不敵な意味は。裁判長、その証言重要なのだ。証言に加えていただきたい。わかりました。さあ、ということで、裁判長の証言の矛盾、どうやら見えてきたようだな。本人は全く気づいていないようだけど、まあ知らないのも無理はないわ。早く裁判長にも教えてください。それが全てもの情けだわ。そうだな、裁判長に突きつけるとしよう、あの証拠。さあ、では行きますか。まあ今出てきた場所だね。ではここで、のバドさんの証言書行きましょう。異議は認められません。裁判長、申し訳ないが異議は認められないことが認められない。なんでそう。裁判長、あなたの証言には穴が多すぎる。どういうことですか。休廷中に聞いたという銃声、あなたが聞けるはずがない。メイン、グロータイム容赦ないな。見くびらないで、胸打ちよ。床を叩いただけではないか。ミスルケンジ君、私の耳はまだそんなに遠くなっておりませんぞ。銃声ははっきりとこの耳に聞こえました。裁判長、ここに一つの証言書がある。バドウ検事のもんだ。内容は、銃声は開廷予定時間の直前に聞いたとなってる。なんでそう。裁判長、あなたは先ほど開廷予定時間の20分ほど前に聞いたと証言した。明らかに矛盾してる。残念だが事実だ。
しかし私ははっきりと見にしますぞ。パンという銃声を、銃声か、ずっと引っかかっていたんだ。あの証拠品がなぜあんな場所にあったのか、あれこそが銃声の正体だったんだ。裁判長が聞いた銃声の正体、それはこの証拠品が示してる。さあということで、割れた風船かな、ここで多分裁判長さんが聞いたのはこっちじゃないかな。先ほど廊下にこのようなものを教えた。何ですかな、そのピンク色の物体は。無残な形になってるが、これは風船の破片だ。なるほど。それでそのピンクの風船を受理すればよろしいんですかな。裁判長、これはあなたの証言を覆す証拠品だ。なんと。裁判長、あなたの主張はどうだ。銃声がした時廊下に人影は見えなかった。その時あの刑事がソファーに座っていたとは限らない。だから犯行現場である第二控室にいたんだよねか。どうだろうか。おおむねその通りですな。あなたが聞いたという銃声、本当に銃声だったんだろうか。ここまで言えばもうお分かりだろう。あなたはこの風船が破裂した音を銃声と聞き間違えたんだ。あなたにしては上出来ね、ミスレイジ。でも私なら裁判長が証言する前に終わらせることができたわ。証言前にどうやって終わらせられるんだろうか。多分物理的にやるんでしょうね。改めて言われてみると、銃声にしては音が軽かった気がします。まさかあんな場所で風船が破裂していたなんて。確かに裁判所で風船とは不釣り合いだが。あのお兄さん、これ両替してほしいの。あの子は持っていた風船、そうだ、これで全てがつながる。裁判所、あなたの証言に嘘はなかった。だが正しい証言ではなかったような。証言とは書くも難しいものだったんですな。伊藤の副刑事には大変申し訳ないことをしました。彼の拘束を解くように頼んできます。いや、まだ廊下で起こったことの全てを証明したわけではない。裁判所、伊藤の小切刑事への尋問を許可していただきたい。何ですと。容疑が晴れたかどうかはまだわからない。私は完璧な立証を行うだけだ。そのためにはあの廊下での出来事によってまだ証明されていないことが残ってる。わかりました、パリカン。伊藤の小切刑事の出典を。完璧なる立証、それが私に課された使命だ。ってなると伊藤小さんかな、次。来ましたね。なんすか、もう冴えますか。何度も言って通り、自分はやってないっす。伊藤の副刑事、それを決めるのは私の仕事だ。いえ、私の仕事よ。いやいやいや、私の仕事ですぞ。3人目が、まさかの3人目が。出てしまった。そんな、みんなで決めないよ、シス。みんなで決めよう。いや、その前に、伊藤の副刑事。私の勘違いで申し訳ないこと。裁判所、そのセリフはまだ早い。彼の容疑が完璧に晴れたわけではないんだ。そうでしたな。一体何の話ですか。とにかく廊下の警備所に起こったことを証言してもらいたい。するとこれは裁判ではない、捜査の一環だ。そのまま有罪になるわけではないが、正しい証言をしなかった場合は、この虫が物言うわ。嘘をつけば君の拘束が続くだけだ。分かったっす。先ほどの裁判長の証言と現場の状況を考えると、彼が嘘をついてるのは明白だ。それを暴かない限り真相は見てこない。さあということで、伊藤の子さんだね。警備中に起こったこと、馬道刑事に呼び出されて裁判所に出す。到着してすぐに第二監視前で警備するように命令されたす。それから銃声が聞こえるまでの間ずっと廊下にいたす。デカ魂に誓って自分は犯人じゃないす。まあ揺さぶった方がいい感じだね。これまでの証言と何も変わらないわね。ならば必要な証言を引き出す場合だ。この刑事間違いなく嘘をついてる。さあでは行きますか。
ではですね、銃声がってところかな。ここを揺さぶりましょう。ずっと廊下にいたというが、具体的に何を行っていたというんだ。もちろん第二監視室の警備に決まったです。警備とはどのようなことを行うものなんだろうか。簡単に説明すると、そう、ドアの前に立って動かないことっす。おう、伊藤の古い刑事、君は第二監視室のドアの前から動かなかったと、そう証言するというんだな。そうっす、自分は命令通り一歩もドアの前から動いていないっす。なんでみんな黙るっすか。呆れてるんだ。すっごも飲んだからし。ひげ、もっとマシな嘘をつけなさい。自分は何も嘘なんて。さっさとこのくだらない証言を終わらせるしよう。さあ、では行きますか。まあ一歩もってところだよね。まあ伊藤の子さんの指紋でいきましょう。いいありだ。なんすか伊藤の子刑事、これに見覚えがあるんではないだろうか。あ、それは大手名物のドラ焼きっすね。その通りだ。では廊下のソファーの汚れ、これにも見覚えがあるんではないか。あ、それは自分が汚したかもす。いきませんぞ、裁判所のものを汚すなんて。この不届き者、後で拭いておくす。さて、それでは聞かせてもらおうか。ドアの前から一歩も動かずにどうやってこのどら焼きを買ったのかをな。そしてドアの前から一歩も動かずにどうやってソファーを用意したのかね。メインの無視のダメージの方が大きいようだな。そうっす、白状するっす。お腹が空いてつい勝ち負けっす。任務中に買い食いするとまた叱られると思ったから言えなかったっす。残念ながら私はしっかり目撃しておりましたぞ。あなたがどら焼きを買ってるの。嘘ついたのは謝るっす。でもそれだけっす、他には何もないっす。この発言、一見筋が通ってるように聞こえるが、まだ納得できないことがある。本当に他には何もなかったのか。そうっすよ、本当に何もないっす。それはありえないんだよ伊藤の刑事。そんなことないっす、本当にそれだけっす。このどら焼きの値段もちろん知ってるんだろ。やっぱ値段の話が来るよね。忘れしまったっす。自動販売機にはどら焼きは2個セットで600円と書いてあったわ。君の証言によると商用の500円をもらうまで所持金は1円もなかったとのことだが、どうやって君一人で買えたんだろうか。説明をお願いする。自分が買ったっす。自分以外廊下には誰もいなかったから。それ以外ないっす。それともあんたはあれっすか、誰かいたって証拠を持ってるとでもいいっすか。持ってる、持ってるな。それ見たことっす。持ってるわけがあるっすか。あるんですね。もちろんだ。なんさ、伊藤の小切り刑事が誰かと一緒にいた証拠とは。さあ、ということで、ね、これこそどら焼きだね。それはさっき見たっす。このどら焼き、私が買ったもんではない。買っていないのに持ってるってことは、あんた泥棒したっすね。私がそんなことをするはずがない。泥棒は嘘つきの始まりっす。逮捕っす。それを言うなら嘘つきは泥棒の始まりだ。そして君はその嘘つきなわけだが、このどら焼き、ある人物が落としていたもんだ。あ、2個売りのどら焼き、一つは食べて、もう一つはその人物に渡したんだろ。違うっす、渡すとも自分が。お、来ましたね。
かばされてる。ようやく捕まえることができたな。あんた、その子にひどいことしちゃダメっす。やはりこの二人は知り合いんだな。君はなぜこんなことをする。私に恨みでもあんのか。君じゃない、三雲だもん。三雲？一条三雲。一条、君は一条賢治の娘さんか。君じゃない、三雲。三雲くん、そのキックはいけない。特に君のキックは大技を作る恐れが。お兄さん、のこちゃんを逮捕したでしょう。のこちゃん、伊藤の小入刑事のことでしょうか。ずいぶん可愛らしい名前ね。のこちゃんは何も悪くないもん。みこもちゃん、詳しい話を聞いてみる必要がありそうだな。あ、移動できるね。気づいたこと、のこちゃんについてろうでしょ。この子、そこのヒゲと知り合いのよね。何か知ってるかもしれないわ。うむ、だが話を聞こうにもこう威嚇されては。ほんと野良猫みたいな子ね。餌付けでも閉めたら。餌付けか。どら焼きを食べたことについては認めた。嘘をついてすまんかったっす。で、感想聞かせてもらえだろうか。感想、はいっす。あの柔らかさ、あの甘さ、あの奥さ、すべてが絶品だったっす。ボーナスのすべてを吸い込んでも惜しくはなかったっす。なるほど、すればよかったな、ゲージ。よかったな。バカもここまで来ると、すがすがしさすら感じるわね。裁判長、どうされたんだろうか。公平な判決を下す立場にながら、彼に疑いをかけてしまった。もし今、判決を下すことができたなら、迷わず言いましょう。私こそが有罪だと。人間誰しも間違いあると思うんだがな。まあ裁判中にそんな間違いを起こされたら許せないけどね。さあ、ではみくもちゃんに話しかけますか。なんかめちゃめちゃ戦闘態勢入ってるようなポーズ取ってるな、みくもちゃん。それでみくもくん、野良猫みたいな子ね。餌付けでもすればいいんだろうか。さあ、ということで、どうぞ、どら焼きです。みくもくん、君が落としたものを返そう。あ、どら焼き、このどら焼きは君のもんだろ。うん、これはお父さんにあげるつもりだったの。なんと、君のお父さんは、その、あんた、言っちゃダメっす。あの子はまだ知らないっすよ。ありがとう、のこちゃん。でもね、私、お父さんのことを知ってるんだ。警官の人たちが話してるのを聞いたの。お父さんがもういないって。すまないっす。石を現状、守りきれなくて。みくもくん。そうか、お父さんが亡くなったんだ。無理もない。私も幼き日に裁判所である事件に巻き込まれ、弁護士の父を亡くした。それは弁護士を目指していた私の夢を、希望を粉々にした悪夢。今もなお私の心に深く突き刺さってる。あの時から私は世の犯罪者全てを憎むようになった。そして私の前で起きたこの事件、この子と何かしらの因縁を感じるな。ミスルエイジ、しっかりしなさい。レイを泣かすままするつもり。ああ、そうだな、すまない。みくもくん、このハンカチで涙を拭けたまえ。おお、かっこいいね。それで鼻をかむな。ちょっと落ち着いた。みくもくん、その、大丈夫かな。うん、もう平気。平気なわけはないと思うが、知らない人の前では泣かないってお父さんで約束したもん。みくもちゃんは約束を守るいい子っす。そうだよ。
お父さんが見てなくてもちゃんと約束守る子なんだから。偉いんだな君は。パパとの約束を守ることはいいことね。あなたは泣いていなかった。私がそう証言するわ。ありがとうお姉さん。当然のこと言ったまでよ。偉大な賢治の父を持つ娘として、メイもミコモ君に共感してるのか。さあということで会話できそうだね。お父さん、君のお父さんはどんな人なんだろうか。お父さんはね、正義のヒーローなんだよ。悪い人たちを捕まえる仕事をしてるの。ケンジは正義のヒーローか。犯罪者を有罪するんだからそうとも言えるな。あとね、裁判所に来たらいつも私が好きなドラ焼きを買ってくれるんだよ。おう、私もお父さんみたいなヒーローになるために努力してるんだ。努力とは何をしてるんだろうか。お父さんと一緒に作った約束を守る努力をしてるんだ。約束ノート見せてもらってもいいだろうか。いいよ。うむ、父とこの交換ノートのようだな。一条賢治の人となりが伝わってくる。何かに使えるかもしれないな。さあということで約束ノート見せてくれてありがとう、みこぼくん。お父さんのようなヒーローになれるといいな。私頑張る。みこぼちゃん、自分も悪人を捕まえる刑事っす。ヒーローの人ですよ。うん、のこちゃんもかっこいいよね。えみこぼちゃん、なんなんだこの二人は。私も正義の判決を出す、いわばヒーローですぞ。ここぞと言わんばかりに出てきましたね、裁判長さん。まあそのヒーローの証言のおかげでこの刑事は悪人として捕まったわけだけど、すいませんでした。のこちゃん悪い人じゃないもん。かわいそうに裁判長がすっかり悪人扱いだ。みこぼくんは伊藤の奥刑事と知り合いなんだな。うん、友達だよ。伊藤の奥刑事のこと詳しく稼いでいただこう。さあということで、その前にちょっと約束ノートって詳細いけるね。こんな感じみたいですね、約束ノート。では伊藤の小切圭介、君は伊藤の小切刑事と会っていたのか。うん、お父さんの頃へ行こうと思って廊下に行ったら、のこちゃんが自動販売機をじっと見ていたから話しかけたの。それはいつのことだろうか。大騒ぎになる前だよ。どれくらい一緒にいたんだろうか。ちょっと話をしただけだよ。すぐに別れたもん。そうっす、みくもちゃんとはちょっと話をしただけっす。おう、ということはみくもくんが廊下に来ていたことを認めるんだな。しまったっす。お兄さん、のこちゃんをいじめちゃダメ。まあいい、後で糸の吹き消しには詳しく話を聞くとしよう。さあということでどら焼き、このどら焼きみくもくんが買ったのか。その私お金があんまりなくて1円とか10円とかでなんとか100円を持ってたんだけど、でもどうしてもどら焼きが食べたくて、そういえば100円にしてくれとこの子に頼まれたな。それで私に両替頼んだな。うん、あの時は両替してくれありがとうお兄さん。うむ、だがあの100円だけではどら焼きを買えなかっただろう。だからそのあんた三雲ちゃんをいじめたら逮捕するっすよ。逮捕するのあたよ。答えてくれそうはないな。あのごめんね、ひら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 、鼻水で汚れてしまったか。いや、予備がもう一枚あるから心配いらない。これは君に差し上げよう。おお、脅してたんだねここで。うん、でもお父さんに知らない人から物をもらっちゃいけないって。なるほど、約束ノートか。ほらこのページに書いてあるでしょ。うむ、ではこれはあげるんではなく君に預けよう。今度は会う時にでも洗って返してくればいい。うん、預かるならオッケー。さて井上刑事、これではっきりしたというわけだ。君が廊下であの子と一緒にいたことが。
のこちゃんをいじめちゃダメだったわ。ミスレジ、まだ一つ立証できていないことがあるわ。何？なぜこの男は嘘をついたのかということよ。それはそののこちゃんはまさか私のせいで。みこもちゃんは何も心配したくないっす。なるほどな、そういうことか。嘘をついた動機、その立証ができなければ完璧ではいないわ。それを立証することはたやすい。なんですって。私としては信じがたいが、この刑事の行動、そしてこの二人の仲の良さを見て分かった。この刑事はみこもくんのために嘘をついていたんだ。この証拠がそれを示してる。彼がみこもくんのために嘘をついていたという証拠は、さあということで、ここで約束ノートだね。一条賢治とこの子の約束ノート、これが何というの？ここにはっきりと書いてある。知らない人から物をもらわない。その話を聞いた伊藤の風景じゃあの子をかばっていたんだろう。バカのバカげたバカらしい理由ね。のこちゃん、私のために嘘をついてくれたんだね。自分はみこもちゃんの味方っすから。のこちゃん、さて伊藤の風景じ、本当のこと話してもらおうか。あんたに負けたっす、何でも話すっすよ。廊下の警備についてからしばらくして、お腹が空いたから自動販売機を眺めて出す。所持金が500円では何も買えなかったでしょうね。一番安いドラ焼きでも600円だもん。そうっす、途方に暮れていたらみくもちゃんがやってきて、私もお父さんと一緒に食べようと思ってドラ焼きを買おうとしたんだけど、小銭を集めて100円しかなかったから困っていたの。だから自分の500円とみくもちゃんの100円合わせて一緒にドラ焼きを買うことにしたっすよ。でもお父さんとの約束破ったことにならないか心配になったの。そうしたらのこちゃんが、一条賢治はこれと怖いっすからね。でも自分が黙っていれば大丈夫っす。それに一緒に買ったドラ焼きっすから、もらったものじゃないっすよって言ってくれて、しかも一個はお父さんに持っていくように渡してくれたの。この日がそんなに気が利くとはね。なるほどな。それで廊下のソファーに座ってドラ焼きを食べたか。そうっす、残り1個のドラ焼きを2人で分けて食べたっすよ。あのあんこの味忘れないっす。そういえばみこくん、これも君のものではないのかな。それ私が割った風船、ゴミを残しておくのは監視しないわね。ごめんなさい。まあ気づかないのも無理やないわ。子供には届かない場所に落ちていたんですもんね。いいわ、許してあげる。でもその風船、のこちゃんを驚かせようと思ってわざと割ったの。そのせいでのこちゃんどら焼き落としちゃった。いやあ、いやびっくりだす。だからこのどら焼きをのこちゃんに返そうと思ったの。そうしたらお兄さんがのこちゃんをいじめていたから、私にキックをしたというか。パワフルな子ね。本当にごめんなさい。いや、私なら大丈夫だ。それよりこのどら焼きだが、伊藤の小切刑事が自由になるまでの間、私が預かっておいて構わないだろうか。うん、いいよ。後でのこちゃんに渡してね。ああ、約束しよう。さて、これで立証されたな。伊藤の小切刑事がずっと廊下にいたことが、それは必然的に伊藤の小切刑事には犯行が行えないことを意味する。お、ハズラさんが来ましたね。逆読みすりくん、これで伊藤の小切刑事しか犯行が行えないということが立証されたわ。なんだと？盗み人は趣味があるよね。無知を持ってる女の子に趣味のことを言われたくないわ。なんですって？違うよ、のこちゃんは犯人じゃないよ。ならなぜこんなところに子供がいるのかしら。カリカン、連れてきなさい。カズラ弁護士、彼女は一条賢治の。知ってるわ。だから何？被害者の娘だからって捜査関係者でもない子供が殺人現場の近くをうろうろしていても許されるの？私なら逆に危ないと思うけど。いや、確かにあなたの言う通りだが。ならいいわね。じゃあ本題に戻らせてもらおう。ねえ、ずっと第二控室前にいたんでしょ？
伊藤の刑事。そうっすけど。だったら彼だけなんじゃない？事件当時第二監視室に入れたのは。反論できん。引き続き拘束を進言するわ。まだ捜査が終わったわけではない。そうそう、それと警官もすれずにこんなところで容疑者の話すなんて無謀よ。それはそうだが、往々に生きる先輩として忠告しといてあげる。犯罪者を放っておくととんでもないことになっちゃうよ。レジ、こんな女に注意されるなんてカルマの教えを受けた者として絶対に許せないわ。可愛いお嬢さんね。さーて、どんな結論が出るか楽しみにしてるわ。振り出しに持ってしまったね。いや、最後のチャンスだ。これで何も出てこなければ、状況証拠で伊藤の刑事が送検されるのは目に見えてる。まだ捜査が終わっていないところは、和道検事と桂弁護士がいたという第一次会室か。そっちに行くのかな。ということで、ここまでが中編みたいですね。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。